モーニング娘。18の石田ゆみです。ハロプロヒアではあなたが住んでいる場所の名物や名所と一緒にハロプロファンをアピールできるものを撮影してもらい、ハッシュタグ HP_HIA をつけてインスタグラムへ投稿してもらっています。日本全国そして世界中の方々から本当にたくさんの投稿をいただいています。ありがとうございます。その投稿をちょっと見てみたいと思います。今ですね、投稿数が2909件あるんですね。すごいですよ。これもすごくないですか。はるなんのこの手編み、なんて言うんでしたっけ、こういうの、これはどこなんだろう。久村さんの T シャツを着て、ここはどこですか。ブラジルの国旗が、あ、じゃあブラジルのなんかあれなのかな、日本の反対側からも応援してくださってる方がいらっしゃるという。これエッフェル塔ねえ、エッフェル塔とリカコ、おお、これはじゃあフランスの方なんですかね。フランスからも応援してるよリカコっていう、素敵。そうそう、こうやってやっぱ自分の国のものと一緒に写真とか撮っていただけると分かりやすくて嬉しいなと思います。でもこうなんかパラパラパラっと見ていて、石田歩に関する投稿があまりないのではないでしょうか。まあちゃんだし、春なんだし、道重さんだし、そうですね、ぜひこう世界中の石田歩ちゃんが好きだよと言ってくださるファンの方がいらっしゃいましたら、石田歩のこうアクリルスタンドキーホルダーとかと一緒に何か写真撮っていただいたりだとかねえ。あ、これは青いよ、カナなんじゃ。今2909件の投稿なので、じゃあ5000の投稿が集まったら何かしましょうよ、ハロープロジェクトでね。なんかこうやってファンの方と、世界中のファンの方とつながる場があるっていうのは本当に嬉しく思います。今回はですね、こう投稿していただいた方の中から香港の方とお話ししてみたいと思います。まだ、はーい、あ、私どっから、どこ見ればいいの、ここが、What's your name and where you are、ん、 Where are you from? シェリルです。ん？リディアです。シェリル。シェリル。シェリル。はい。はい。リディアです。リディア。はい。OK。Next、はい。ミミです。ミミ、かわいい。ミミ、next。ミコです。ミコ、okay。Thank you。Thank you。We are from Hong Kong。Hong Kong。How? Okay。How did you react when you got our message？ 激励しましたね。うん。嬉しい。とても嬉しい。嬉しい。本当に思いました。本当？私も嬉しい。みんな10期のファン。ねえ。そう、10期から、How did you learn about Hello Project? We are YouTube? You come and saw us in Hong Kong, right? What did you think of the concert? 伝わってるかな？来てくれた。踊りました。うんうんうん。すごい。ね、うん、楽しかったですか？あの記者会見の時に、うん、あの一緒にジェラシジェラシをステージで踊ってた子なんで。思い出した。思い出しました。そうなんだ。すごいですね。再会。香港でイベントモーニング娘がやらせていただいた時に、ファンの方を3人ぐらい、誰が一番うまく踊れるかなみたいなイベントをやったんですよ。その時に私と一緒に踊った方だったようで、久しぶり、嬉しい、すごい。OK, next question. OK. Can you tell me about the video you have posted? The 1, 2, 3? Yes, yes, yes.Yes. 今年はモーニング娘。の20周年だね。うん。20周年。うん。うん、
じゃあ新生モーニング娘。のダンスをやりたいですけど、はい、うん、じゃあオンツビでやりましょうって思いました。へえ、なんそっか、モーツビの中では、うん、夜景よりも、そうそうそう、うんうん、夜景で、で、おいました、そう、さっき見ました、本当に、うん、本当にそう、夜景も綺麗だったんだけど上手だった。すごいすごい、決まってた、うん、よかった。How do you memorize our dances? いつもはダンスショービデオで見ます。うんうん、見て。すごい。踊りました。はい、そして私、4人で、うん、最近にジュッキーの練習を、うん、真ん中練習してる。うそー、練習の真ん中。うん、完璧完璧、嬉しい。So, what do you think of my dance? アイリンのダンスはいつも動きが大きくて、うん、例えばこの前ダーポップさんとコラボで、はい、エラーで踊ってて、はい、アイリンがダンスを楽しんでるなって思って、うん、こっちまで楽しくなるのがあゆみの魅力だと思います。嬉しい、はい、本当にやっぱ楽しいのがね一番ですからね。はい、うん、嬉しい。 What type of city is Hong Kong? 香港は日本的にぎやかな街で、うん、国際的で、あと東京に行っても人かわいい。あとはビルもすごく多いけど、ちゃんといろんなところの魅力が詰まってる街だと思います。うん、伝わりました。みんな仲良しね。Next question. Is there any foods in Hong Kong that only people who live there knows about?たくさんあります。ちょっとね、はい、何エッグタルトです。エッグタルト、はい、食べた食べた、コンサート行った時食べた、美味しかった、美味しかったです。次は、はい、ネクスト、何、これは香港スタイルのワルフです。中身は中身は、うん、砂糖バターと練乳と砂糖があります。砂糖甘い甘い、美味しそう、美味しいです、美味しいです。そして、そして、OK、またあります。何、これは卵形の、うん、形のワッフルです。食べたい、あ、食べたい。いいなえー、美味しそう。そう、あとは最後で、最後ラスト、ディンサムです。ディンサムが合います。これはこれはクーミクー団子です。あ、肉団子、シューマイ、シューマイ、はい、わかりますか。わかるよ。あ、そしてこれはすごく特別なディンサムです。うん、これは湯葉巻きです。湯葉巻き、はい、湯葉巻きです。焼いてある？揚げてる？揚げてる。湯葉を揚げる料理があるんだ。うん、そう、すごく美味しいです。食べたことない。食べに行ってください。行きたいです。また香港行きたいです。一番気になるのはどっちですか？あ、ワッフル。あ、甘いの好き。甘いもの好き？うん、好き、好きです。たくさん教えてくれてありがとうございます。 OK, next、Is there anything you think a person just has to do if they come to Hong Kong? それは香港のオリジナルの、あの交通の機械でトラム
て、トラム、はい、それはあの香港の路面電車で、うんうんうん、での名前はテンテン、テンテン、テンテン、え、日本でもチンチン電車って言います。チンチン、あ、うん、そうですか、近い、似てる。香港、あ、あの香港の風景を見て回って、うん、ってのがすごい楽しいんだと思います、うん、へ、2階建て ?1 階2階2階2階お、乗ってみたいモーニング娘。とファンのみんなでモーニング娘。GO みたいな、あ、やりたいクエスチョンプリーズ。あ、あゆみはダンスしてるとき何が一番き、あの、大事にしてるんですか、ポイントとか。あ、そうね、うん、大きく踊るのも大事なんだけど、指先、あー、わかるわかる、うん、なんかこう力が抜けちゃってるとね、決めたくってもふにゃんって決まらないかったりしちゃうから、指先までピンと伸ばすのが大事かなと思います。はい、わかりました。はい、そう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 、もっとある？あ、いや、アイスピンにとっての10期ってどんなものですか？はいはい、10期はそうね、家族みたいな存在ですよね。うん、なんかあのお仕事してると家族、実際のお母さんとお父さんよりも10期と一緒にいる時間の方が長いから、こう喧嘩する時もあったりとか、なんかそう、こういうところ嫌いとか思うところあるけど、でもやっぱり離れられないので、本当に一生の仲間だなと思ってます。素晴らしいです、うん、10期を好きでいてくれてありがとうございます。Could you give a message to the memories members of Hello Project please? 香港では、うん、あのたくさんのグループがコンサートに来てしたことがあるんですけど、うん、はい、香港でもっと握手会だったりイベントだったり、いろんなイベントをやってもらいたいです。そっか、あとは、はい、結構昔みたいにもっとシャッフルユニットとか、はい、いろんな組み合わせを見たいなって思います。また日本で、うん、また日本で、はい、あ、遊びに来てくれるんですか？はい、私たちも香港でライブできるように、イベントできるように頑張りますので、待っててね。はい、ありがとう、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。またね。ということで、今回は香港にお住まいのシェリルさん、リリアさん、ミミさん、ミコさんとお話しさせていただきましたが、とんでもなく日本語が上手だったので、こう私が英語でね質問しているのがちょっとこうあれだったんですけれども、あのその日本語が上手になるっていうのも多分ハロープロジェクトが好きだから、こう曲の歌詞とかをね聞いて覚えたから、こうして日本語も練習してくださったのかなと思うんですよ。そう思うと、こうアイドルは日本と世界をつなげる本当に素晴らしい文化だなって思ったんです。なのでこれからもこうやってたくさんの世界の方に、私たちもこうなんか元気とか勇気を、その日本のね国境を越えてね世界中に届けていけるように頑張りたいなと思いました。本当にお話できてとっても楽しかったです、ありがとうございました。今後もこのような形で世界中の方とお話しできる機会があると思いますので、ハッシュタグ HP アンダーバーヒアで、インスタグラムに投稿よろしくお願いします。お待ちしています。以上、モーニング娘。18の石田ゆみでした。